夜の時間です。暇ない犬スタジオ公演時点からお届けしております。プレゼンターの川崎恵子です。よろしくお願いします。万代放射棒の鶴見一郎です。よろしくお願いいたします。そしてスタッフの皆さんです。よろしくお願いします。はい、鶴、え、見、ー、さんと私の間にね、この対談。 ゴールを置いて、ええ、行っております。この限定の収録です。本日、え三本撮っておりますが、三本目。今日は、ええ、一、三回通して。あの、最近起きた、ニュースから、いろいろ掘り下げていくというのを行っております。え三本目は、こちらですね。よしいですか。不起訴ということで、黒川前検事長を不起訴。 賭け麻雀朝日新聞社員もという記事ですねちょっと記事の冒頭を読ませていただきます東京高検の黒川博文前検事長63歳と産経新聞記者2人朝日新聞社員が緊急事態宣言下に賭け麻雀をしていた問題で東京地検は10日告発されていた賭博などの容疑について黒川氏4人を ら4人を不起訴処分、かっこ起訴猶予などにしたと発表した、治験は、1日に動いた金額が高くと言えず、事実を認めて反省していることなどを総合的に考慮したと説明したということで、まあ、記事は続いてるんですけれども、一、え、応、ー、ちょっとこの刑法をね、ここに書きましたので読みます。 えー、刑法186条賭博をした者は50万円以下の罰金または過料に処するただし一時の娯楽に供する者をかけたにとどまる時はこの限りではないということで過料というのはまあ1万円未満の財産刑ということなんですが、まあ、それで、えー、起訴を最初されるかというところだったんですけれども不起訴になったということですね。はい、これ川崎さんどう思いますか いやもうなんか結構常習という感じでしたよね、うん、今までの報道それを聞くと本当にいいのってしかも検察の人だよねじゃあ起訴すべきという意見になりますか私はそちらかなと思ってましたね、うん、これね法律論と、はい、まあ職業倫理というかで分けなくちゃいけないと思うんですよ、はい、で処分が起訴猶予っていう処分なんですよ、はいはい 罪はあるんだけど起訴するまでもないよなので置いておきますねていうその猶予の2か月とか3か月あってその間に何かあったらいつでも起訴できますよという処分なんですよ。で3か月ぐらい経つと不起訴処分になるんですよ、自動的に。猶予が外れるということになるのでなかったですよ。連絡はないんですが確認の 通知をくださいっていう文章を出すと、まあ、そういう処分になりましたっていうのが分かる、うん、起訴猶予じゃなくて不起訴になりましたっていうようなことがってことこですね、はい、で起訴猶予だって法律がまたなくて訴えることができないんですよ、うん、国家賠償でもなにこの人は逆にしないと思いますけれども、はい、で結局さまざまな理由があって起訴を見送りましたっていう処分なんですよ。うんはい、これはまあ悪意がなかったっていう場合もあるしそこまでもないですよっていう。 場合もあるんですよ、ね、でまあ逮捕もされてないわけじゃないですか、はい、ただメディアでは裁かれてっていうかうん、うん、まあ社会的にね裁かれてで「常習賭博」っていうのはまた罪が重いわけですよ。はい、で過去のあ。 もう分かってるという方もおられるかもしれないですけど、はい、一応、ねあの、賭博とはということで、はいえー、偶然によって生じる事象についてお金など財産的に価値があるものにかけて勝負を争うことというので花札、トランプ将棋、スポーツの勝敗株式相場の変動などということで麻雀も含まれるというところですね。あのここにあの競艇とか競輪とか入っていないのは,あれは公式ギャンブルということで、ねうん、もうあの定められているものなのであの問題にはならないんですけれども。 まあ、そうじゃないものということです、ね。まあ、自分たちだったら、また別ですよね。そうですねあの正式に、あの、はい、あそこで買ってる限り、問題ないっていう、はいはい。そういうことですね。はい でえー、先ほどの,その、えー、この刑法の中に入ってたただし一時の娯楽に供するものをかけたにとどまる時はこの限りではないというものの、えー、一時の娯楽に供するものとは何かというところなんですけど判例では1価値の代償と2消費スピードの2点を重視して一時の娯楽に供するものかどうかを判断していると例えばお菓子など価値の小さいものやその日の食事などすぐに消費してしまうものをかけた場合一時の娯楽に供するものと判断していると。 判断されやすいということで、はい、このビール一杯かけようとか、うん、そういうのだったら、まあ、まあ、いいんじゃねっていうところということですね。うん、ただ、それが貯めておける金銭とかっていうものになってくると。一時の娯楽とは言えないのではないかというような、うんえー、判断になることが多いというのはちょっとね、書いてありましたので、参考前に。はい。はい、いよくこれで話題なのがパチンコなんですよ。はい、はい、なるほど。パチンコであの景品もらって帰る方はいいんですか、はい。はい。パチンコってやったことあります。 いや、ないですね。あのね、あの物も,もらえるんですよ。はい、なんなんか変なものをね。はい、そういうとそれをパチンコ屋を出て、うん、両替店というところに行くと買ってもらえるんですよ。はいはいはい、なんかあのそのなんか監禁所じゃないですけどそう,すそういうのがあるのは見たことがあります。あるんですよ。大体はい、はい、で裏にあったりちょっとあってだこの物っていくだって言うけどそこに出すと 一万円で買ってくれたり、五千円で買ってくれるんですよ。でも、パチンコ屋さん出してるのは物なんです。なるほど。直接ダイレクトな換金ではない。ないんだ。から、換金してない、うん、いや、物をあげてるじゃないですかっていう話で。うん、で、も物を持って、隣内で。その物をね、飾ってる人はいないんですよ。はい、うん、はい、はい。で、向こうに行って。だから、これ賭博じゃないのっていうのは、いつも話題に。うん 出てなんで取り締まられないんだっていうんですが、はい、まあ今回それが話題じゃないので,、はい、で僕は昔あの大富豪っていうトランプがあって、はい、高校時代からかけて、はい、当時ね「ポポロン」っていうお菓子があった、はい、知ってますポポロンポポロンをみんな 持ってて、はい、ポポロン3個とか1個って言って最後誰がいっぱいポポロンがあるかっていうのをやって <laughs>、はい、これはだから賭けにならない一時のの娯楽にに供するものにするもなわけですねそういうのはあの許されてるわけですね、うん、でも元気になるともう駄目、うん、ということになって、うん、でね起訴便宜主義っていう言葉があるんですが要は起訴を便宜的にしていいよというのは起訴、うん、するもしないも検察側の判断ですよっていう主義なんですよ。うん だから有罪になれば全部起訴しなくちゃいけないというわけじゃないでこれってあの全部がダメなわけじゃなくて小さなものとか悪意がないものを全部起訴してたらやってられないんですよね、うん、裁判も。はい、なのであの選んでいいよってでこれがなんていうのかな善意というかうまく機能している場合と、うん、え本来すべきものをしてないんじゃないっていう,こう、まあ、悪い意味というか社会からねで今回はこれが悪い意味に出てるんじゃないのという。 国民的感情、そうですね、忖度してるんじゃないとか、ね、っていうのがあるわけですよね。はい、じゃあ法的に言うとどうなのかっていうと、過去の例で言うと、なんかね相場で言うと、はい、まあ100点、千、うん、じゃない、千点に 100, 100円っていうルートっていうのは、うん、天品とかでやボーダーらしいんですよ。はい、で過去に、ええー、まあ100円でかけても要はだい,いね2万とか3万なんですすごくお金がうん、うん、よっぽど大負けしたりしな限り。はい 3,000円払ったとかもらったとか5,000円とかいや1万円払ったよっていうレベルなんでまあまあまあそれが200円になると倍になるわけですから5万6万動くとこれは賭博でしょうっていうのが現場として実務としてはあるらしいんです。じゃあ過去に芸能人とかスポーツ選手が捕まった例もあるんですがこれが200円だった例。 100円だだってももあるんですけどもただ、ね、違うのは、ね、暴力団が絡んでいたっていう、うん背,景ね、背景に。で会った時は暴力団を取り締まりたいのでじゃあその人だけ話すってわけもいかないのでその人も一緒にっていう,う、まあ、い,わいわゆる黒い付き合いがあったみたいなね。みたいな形なんで全員有罪にする中に。 まあだから黒い付き合いがあったっていうのはまあそれでね今芸能人スポーツ選手昔は結構ありましたからというのがちょっとこう背景が違うんですよね。暴力団絡みなら仕方がないかなって我々もも国民も納得しますよねじゃあ今回の方がまあ記者だとして普通の方で会社員がやって100円で捕まりましたと常習で月に23回やってましたって。 タクシー代を新聞社からもらってましたって言ったら起訴すべきと思います難しいところですねいわゆる一晩の飲み代ぐらいっていう感覚ですし1 2万だったらそのぐらいかな帰りのタクシー代出してもらったよっていう僕も飲みに行って帰りのタクシー代もらうことありますよおってもらうこともあるとやっぱり2万ぐらいね出してもらってるっていう日もねあるじゃないですか。それと同じような感覚で 普通の会社員だったり自衛の方がやったら、うん、でまあ捕まりましたって言ったら起訴すべきと思います微妙ですね確かにねそうなるとまあダメだよきっとお給据えてっていう話じゃないですかでそこから見ると単なる公務員なんですよ、うん、ただ公務員だって公務員ならどうですかまあそうですね まあそれが、まあ、今回の場合、ね、その緊急事態宣言下みたいなのもありますからね、うん、だからそこら辺をその公職としてどう考えるかっていうあたりは、まあ、少し厳しく目に見る,の見る可能性はあるのかなという感じもしますけども、うん、じゃ学校の先生だったら、まあ、学校の先生も難しいです、ね、とするとね何で聞いたかというと我々の頭はこれはだから法律上はもうボーダーなんですよ。うん だ基礎弁議主義の範囲で多分一般の方だったら、うん、いや起訴しなくてもいいんじゃないっていうふうに思うんだけどやった人が取り締まる方のトップなんですよ。うん、そうですね,ねで学校の先生っていうのは注意する方の人だから、うん、いやあんたはやっちゃだめでしょうっていう人、うんうん、父がやったらダメですよね倫理的にちょっと許されるみたいなそんな感じになってきますよね。でよねで特にそれから取り締まる方だからそれを逮捕する人が、うん それやっちゃっちゃダメでしょさらに一緒人いた記者じゃないですか記者の常識でいうとネタもらうううために付き合のは普通だって言んですそれを許すような論調のコメンテーターとかもいますけどみんなやってますよいやみんなやってるんだったらスピード反話でいいんですよねっていう話になって捕まった時にみんなやってるっていうのが通用するんだったら交通違反と駐車違反捕まえんなよとみんなやってるだろう捕まった時にはみんなやってるって言葉はないんですよ。 ね、じゃあお酒飲むのが悪いのか記者と悪くないですよでもかけ回しやったら悪いじゃないですか、うん、で片っぽ処分ですよ新聞社の方は、はいね、そうですよね、はい、でも片っぽは、まあ、一応注意はあったけど、うん、ギリギリでは、ね、クビにならない退職金がないというでまして注目の人だったじゃないですかそうですねだから厳しくされていいんじゃないのと、うん、だって取り締まる方が自分がやってたんでしょ、うん ここ法律論とその倫理みたいなところ,ところの狭間なんですよです、ね、これが。で,、ねね、で我々が多分おそらく持つ違和感っていうのはあの中国古典にありますよね家電に靴を入れず理科に冠を立たさずねたさず、はい、だからりのねその田んぼのとこに靴を探しに行くなよ。はいはい わざわざね、こうしたこうなんか疑われるようなことをすることすんなよ。ね、リカだからね、あのモ、ー、ですか、リだから。なしとかスモモとかそうなのな。ですね、そこでこうやると取ったって思うよね。そういうことはやっぱりダメだよっていうのが中のコ典の中にある。うんうん、疑われるようなことはするな。はい。でも取ったわけですよね。うん、理科で桃を取っちゃった。実際やってるぞて、ね。やってるぞと。だけど一個だよみたいな。はい 話で10個じゃないんだよ1個取っただけじゃん、うんうん、でも取る人を取り締まる人が自分が取っていたっていう話じゃないですか、うんうん、そうですねいやこれはダメだしさ、うん、らに相手が一緒にやってたのがメディアの追求する方の人じゃないですかです、ねはい、えあんた敵と飲んでるのっていう話ですよね、うん、いや敵とは飲まないでしょうっていう感覚ですよね、うんうん、そうですね だから、ね、野球選手でも、うん、あの相手チームとは飲まないっていう選手もいるわけですよ。うん、繊維が損なわれるとか,ってとか友達になっちゃうから情報を流したんじゃないかとか疑われる、うん、でも逆にもう盗むためにね、うん、やる場合もあるし全くそういう話はしないよっていう仲のいい人もいますけども、うんうん、だからそれはまあ個人の部分ですけどただ公職で取り締まる方のトップの人が、うんうん 自分を責められる人と一緒にマージャンをして要は罪を犯してるわけですよ。うん、仲間ですよねと、はい、いうことをすることに対してそれを許すのかと。うん そもそもだからもうメディアの立ち位置あの先ほどの2本目でも、ね、話しましたけれどもその記者クラブ弊害じゃないですけれども、うん、結局あの監視っていう、権力の監視という位置にメディアは全く立っていないもう迎合しちゃってるっていうふうにもやっぱり取れますしそのことも、ね、このことで明らかになっている気はするんですけれども、ね、それに対する違和感だから倫理的にはもうアウト、はい、でも法律論で言うとボーダーというラインなんです。はい これが白じゃなないんですよボーダーなんででですすすよボーーダそうね、まあ、実際起訴猶予ですからねだからボーダーの白ではないぞというところグレーだよでも起訴はしないよという範囲、うん、でさらに、ね、あの検察検事長になるならないで話題になってた人で官邸寄りの人っていう違和感ですよね、うん、でしかもあれですよねその次のトップになるかもしれないみたいなことも出てる中に緊急事態宣言下に,、ね、にそれをやっているという。 でもその違和感ですよそもそもその政権がその緊急事態宣言ですよ自粛しましょう行動を本当にあの家の中にい,いましょうってステイホームっていう話をしてる時にやってるわけですからね。うん、でこれが100円じゃなくて200円だったらどうだったのか。という、ね、ってことはすごく悪く考えると100円だからこれ捕まったって見つかったってボーダーだよぐらい思ってたとしたらすごく僕は悪質だと思うんですよ。 これだったらつかまりっっこ大起訴はできないよだって自分は起訴する方ですからギリギリを知っているわけでですすよよねねそういうことですよ、ね、だからギリギリでやっているとしたらこれは悪質だそ,うです、ね、その人がトップになろうとしてさらに官邸の忖度だみたいなのがあると国民としてはやっぱり違和感があって、はい、ちょっと前に池袋での上級国民は起訴されないのかっていう、はい、<laughs> ねだからそれがあったかどうかわからないですよあれだってまあ 感情的にはおかしいですけどもお年寄りでご病気を持ってる人が起訴されて裁判やって有罪になって刑務所に入った方が税金かかるんですよ。だったらその人の謝り方とかっていうね、うん、問題がなるんでそうすると感情の問題と法律論、うん、もしくは倫理論と法律論っていうのがイコールにならない。としたらトップであれば自らねだからよくあるのは学校の校長先生が児童売春やったとかっていう時にね、うんうんうん やっぱりり辞職されたりするじゃないですか退職金返上とだ彼もね私が取り締まる方だったんだからと言って退職金返上するとかねうん、うん、やるしあの組織としてあえて身内に泣いて馬職を切るじゃないですけども、はい、見せしめだからこんなことねうちの組織は許されない、うん、はっきりビシッと処分するよっていうふうになれば国民は納得して逆にね、うん、いやそこまでしなくてもっていうふうに。<laughs> 同情論が出てきたり最終先があったりすると思うんですよね、うんはい、だからそういう部分ではまあどうすればいいのかっていうのはないしただこの持っている国民の違和感ってやっぱり国民って善を求めているんだなと思うんですよ海外で行けばね、警察ってもう前らはただダメだよという国もあるわけじゃないですかありますね。そういう国は期待してないんですよね、うん、でも我々はやっぱり検察警察に期待しているという、うん 部分でもこれがもう幻想、うん、そういういことですねからやっぱり学んでじゃあ本当に監視すべき人が一緒にやってるっててることはどうなんだよこれを取り締まっちゃうと他にもいっぱい使っる人が出て,出てくるっていうようなことになるからやめとこうみたいな論理がもしかしたらあるかもしれないですしね。だけど逆の見方をすると誰がこの情報を売ったかなんですよ。 このタイミングで売ったから潰れたわけじゃないですか。はい、としたらずっと握ってて、うん、こいつがそこまでやるのだけは許せんと。うん、って言ってメディアの力を使って、はい、確か文春かなどっか使ってリークしかけてこの人を落としたとしたらまだメディアの監視が生きているっていうことなんですよ。うんうん、そそううですねそうともも取取取れれますすねそうも取れるんですより方がすごくこれは難しい事件。うんはい、だから単なる基礎 が不愉快だ不愉快じゃないっていうレベルじゃなくてそもそも法律論はボーダーだったんだよで、何を意味してるんだろうこれはメディアが生きてるって取るのか、うん、半分死んでるるって取のかそ,のそれこそ政権の息のかかった人が検察庁長官になることだけは避けられたんねってういうふうにも見れるんですそうするとまだメディアまともな人いるぞとか、うん、誰かもしかしたら検察内部でも、うん、もしかしたらいけないという。うんうん この最後の一線は超えちゃダメだダメだよねって持ってるとしたらまだ日本も救われるなと思うんですよね。だからそんな目でもちょっと僕は見ていきたいし、どっかで誰かが暴露してくれれば嬉しいなと思って、まあ見てるんですよね。どっちにも取れる事案なんですよです、ね。はい、そういうふうに見ると面白いですよね。はい、じゃあそんなふうにあのー、ぜひまた。 ちょっとニュースをいろいろ見ていただければと思いますね。はい、釣部さんありがとうございました。した皆さんもどうもありがとうございました。